アバロン空港に着きました。こっからシドニーに行ってまいります。シドニー行ってきます。ということでシドニーに到着いたしました。こっから一旦ねホテルに向かって、で、花火はね夜なのでその花火をメインで見に行こうと思っております。ただなんかねもう花火は並んでるらしい、朝から夜のね12時からの花火、あの9時ぐらいと12時からの、2つあるんだけど、その花火を見るために朝から並んでるらしい。あの有料席みたいなのもあるみたいなんで、そっちだったら6時ぐらいから入ってもなんとか見れそうなんで、そっちにしたいと思ってます今のところ。楽しみ、一応世界最大規模だからね。ということで世界最大規模の年越し花火、シドニーニューイヤーズイブファイアワークスを見に来ました。年越しのタイミングでなんと8カ所から花火が上がるということで、人気のスポットは朝の5時ぐらいから並んで昼には閉まっちゃうということもあるみたいです。僕らはすでにお昼を過ぎていたので、こちらのルナパークからメインのハーバーブリッジの花火を間近で見ることにしました。入場料はちょっと高いけど、ここなら18時からでも並んで見れるみたいです。楽しみ。はい、ということで宿に着きました。もう死人がいます一人、宿に着いて今ね、ハヤトリージェンシーというね宿にチェックインしまして、残念ながらねちょっとこうハーバーサイドじゃないというかシティサイドなんで、あのこっからは花火見れないんですけども、その代わりルナパークっていうちょっとねなんだろう、まあ見栄えのめちゃめちゃいいところを撮りました。まあ、ルナパークのやつちょっとお高めで300ドルなんです。3万ぐらいしたんですよ一人。高いんですけども、まあそこだったら、6時18時ぐらいから行けばまあなんとか見れるということなので、それを楽しみにちょっとね、休憩しつつ大晦日なんですけども、ちょっと残ってる動画とかやりたいなと思っております。はい、ちょっと支度をして外出てまいりました。まあ軽く散策兼ね、お昼ご飯食べてないんでちょっと食べたいですね。今ちょっと逆にハイになってるんですけども、夜中まで年末のね大晦日の買ってよかったものの動画を編集してて、朝4時ぐらいまで編集してたんでね、ちょっと、夜が怖いですね。夜こう眠くなりそうだなっていう感じの爆弾を抱えながら今シドニーの街を歩いております。カメラ勝手に歩いてるやつがいたら僕ですねそれは。まあ、海外だったっていうのもあって、あんまりね年末らしいことをここまでしてこなかったんで、逆にねちょっと今、花火を見に来るって感じでシドニーまで来て、ちょっとねエモい気持ちにやっぱなってます。今年ね何が一番変わったかって言われると、やっぱ生活がやっぱ変わったっていう感じですかね。やっぱオーストラリアに来て全然違う生活をして、全然違うものを見てね、オーストラリア来るとなんかしなきゃなっていう気持ちになるはなるんですけども、それ以上にやっぱオーストラリアに来てどう思うか、自分がねどういう風に行動したくなるかっていう、その変化の方が僕はね貴重だと思ってるんで、そういう経験ができていることをすごくね、なんだろう、嬉しく思いますね。なんかちょっと行ったところにフードコートがあるみたいなんで行ってみます。わあ、なんか懐かしいな。去年のね、いつだろう、去年の6月7月あたりにね、シドニー1週間2週間ぐらい滞在してたんで、なんかこの感じがすごく懐かしいですね。やっぱ住んでるメルボルンと全然違うわ。お、フードコートやってるわ。Is it okay? Yes. So can I get the four choice please? And one is the baby chicken.おい、ランチゲットしました。でもこのランチで2つで、まあ、結構大盛りにしちゃったけど、どっちも大盛りにしたけど、39ドル4000円ぐらい高いね。ちょっとやっぱ高めのランチでした。高めってか、まだランチこんぐらいなんだよな、オーストラリア。ちょっと宿に戻って食べたいと思います。なんかやってるね。いろんなところが通行止めだった。
があるからか。イエーイ、入りたぞー。あ、なんかいいね。花火をどこで見るんじゃってところだよね。足長とかいるよ。はい、ルナパークのちょっとね、外側の部分、ハーバーブリッジ、ブリッジというかなんか、ブリッジサイドみたいなところがあって、そこのね、場所を取ることができました。これ相当いいポジじゃない？これは。これ動画も写真も撮ってみたいと思います。価格はね、こんな感じ。まぁ、ちょっとね、ここに人が入っちゃうのはもうしょうがないですね。こういう、こうイベントなんで、めっちゃ遠くから撮るか、やっぱこういう近くだとどうしても人が入っちゃうのはまぁしょうがないかなっていう感じです。でもまあめちゃくちゃ綺麗そうな予感。はい、ということで準備ができてあと10分ぐらいで1回目の花火が来るはず。シドニーの花火2回上がって9時と12時かなのはずなんで、ちょっと9時の花火を待ちたいと思います。あっちだ。はい、どうで無事年を越しました。イエーイ。2024年何か大きなチャレンジをしたいかというと、僕はそんなことないです。いや、このね、2022-2023がチャレンジとか変化とかそういうのを目標にしてたんで、今回は、まあ、チャレンジとか変化とかそういうちょっとね、感じの目標ではなく、自分の価値観をもっと大事にする年にしたいなと思っております。まあ、それは結果としてなんか変化したいとかね、そういう話になるかもしれないんだけど、またそれはちょっと未来の僕に託してっていう感じで、今後の動画をお楽しみにしていてください。はい